はい、速稼塾の久保です。まあ、情報発信で、稼いでいこうとすると、やっぱりね、情報によってまずはその情報をね、見ていただいたり聞いていただいたり方に、あ、なるほどな、確かになっていうふうなことを連続してね、伝えていかなくてはならないんです。例えばこの動画を見てですね、何か発見があったよとか、気づきがあったよ、ヒントが見つかったよ、問題解決ができたよっていうふうな方が多ければ多いほど、そしてその回数が多ければ多いほど、いざね、セールスしようとする時にもきちんと見てくださる可能性が高いんですよ。もちろんその上で判断をするってことになりますけども、でもそういうことが全くなく、前提が全くなく、ポチッと押してみた動画がいきなりセールスだったって言ったらどうですかね。信用してくれますかね。やっぱりね、そうはいかないと思うんですよ。やっぱ人はまずね、情報によって動かされるところがありますけども、情報発信する側としては情報によってまずね、得をさせていって、要するに視聴者さんに貸しを作ってる状態を作っていかないといけないんですよ。で、それがなければいきなりですね、セールスが始まって金をくれっていう時で出てくる人になっちゃうわけなんですよ。皆さんも覚えがあると思うんですけども、例えばね、保険の営業マンさんと名刺交換をするじゃないですか。食事会とか、それから異業種交流会で名刺交換をした時、あ、何々さんは保険会社の人なんですねって分かった時に警戒すると思うんですよ。いつかこの人自分にプレゼンかけてくるだろうなとかね、警戒するでしょ。だからなんですよ。だから保険のセールスマンと名刺交換するのはいいんですけども、保険屋さんっていうのはまずはね、人間と人間との縁を作るためにいきなりはセールスかけてこないんですよ。いきなりセールスかけてくる人っていうのはちょっとね、まあ素人なんですよね。しっかりと3ヶ月なり半年なりしっかりとお付き合いをして、いい情報をね、提供していったりとか、いい人脈を紹介したりとかして、まずは目の前の人に得をさせるわけですよ。あ、この人と付き合っていたらいろんなことが分かるな、いろんな人と知り合えるな、すごくいいな、そして自分の商売にもプラスになってるなっていうところで、そろそろ保険を考えてみませんかみたいなことは断りづらくなるんですよ。というよりも恩返しのために何か一件でも保険に入りたくなるわけですよね。だからそういうことをね、やっぱり一人で稼ぐためにはやっていかないといけないのかなと思います。自分のことを信じてくれない人に物を売るのは無理です。まずは自分のことを信じていただいて、そしてある程度のね、知名度という社会的証明を構築した後でセールスをかけてみるっていうのが非常に大事なことになってきます。まあ、ですので、ね、そのための発信っていうのが日々なされてないといけないのかなと思うんですよね。情報発信で稼ぐためには、まずはね、稼ぐ前に情報で人を稼がしてるかどうかっていうのが大事なんですよね。無料で人に稼がす、稼がすってのはお金だけじゃなくていいんですよ。なるほどなっていう風な回数を多く持たせることなんですよ。私の動画を見てなるほどっていう風に100回うなずいた人は、多分私の商品っていうのを買うでしょうし、買ったことがあると思います。私の商品っていうのは速稼塾しかありませんけどもね、速稼塾のご案内方法っていうのも、まあ、頭金3万円さえ払えばあとは30年ローンでいいよみたいな形をとってます。そういうところでなるほど、このセールスの方法いいなっていう風に感じたりね、本当はこういう風なセールスして欲しかったんだよみたいな方がいるかもしれません。なぜなら高額塾っていうのは一括販売が基本だからなんですよ。私は一括販売を基本にしていません。そういう意味でね、多くの方とは逆張りをしてるわけなんですよ。逆方向に行ってうまくいってるんですよ。現在私は隠居という暮らしをしてます。本当にね、この部屋から出ずに毎日のように動画を発信するだけでおかげさまで暮らしていくことができております。それは取りもなさず、あらゆるビジネスを網羅してきたってことでもあるんですけども、そのビジネスを網羅してきたことをもとにですね、ビジネスでつまずいてる人に全てのアドバイスができるってことなんですよね。最近ではね、FX も貸しまくってるんで、FX の教育もできるわけなんですよ。3年間かかりましたけどもね。まあそういった形で、継続も、それから動画の量産、発信の量産も私の得意分野ですんで、ぜひね、学んでいただきたいかなと思う方、学んでいきたいなと思う方は、まあ私の塾に入るとは言いませんけども、また私の動画をね、見ていただければ幸いでございます。それではですね、一人で稼ぐシリーズ第9話、全く売れない僕と売れる人の違い、ザイオン効果って書いてますけども、これはザイオンス効果です。巣が抜けてますよ。ということで、またね、お会いしましょう。今日はね、一緒に会う予定だったんですけど、すいません、私の方でね、稽古が入っちゃいましたんで、またご一緒しましょう。次はね、だから今月中に会いたいですね、しのきくんとね。なんか、共同ライブとかできたら面白いですね。それでは。